どうも皆さんこんこ、えー、今回はですね、えー、私、今、クラン戦やってるんですけれども、はい、えー、っとですね、ゴレウィズじゃないんですね、はい、えー、ゴワイプですね、ゴワイプの、ゴワイプを徹底解説,解説するという動画ですね、はい、えー、ちょこちらをご見ていきましょう、まあ、私がさっきやったんですけどね、えー、まずですね、見ていきましょう、まずは、まあ、これはお約束のですね、まあ、ホグラッシュじゃなくて、違いますよ、バカ野郎。<laughs> と ホグホグでその援軍をつる。してーチャ。まあこれお約束ですねめっちゃはい。そしてまあちょっと飛ばしましょうはい。そしてまあその処理をして初めてですねもうペッカとかまあ出し方全般について前えっとまあその俺ごワイプのすごいこの人すごいっていう動画を上げたんですけどもまあまずターゲットを取らせてですねまあ適当にビザサードを出していきますはい そしてまあアーチャクイーンとか出すんですけれどもサイドカットというかえ村のサイドなくなったらペッカ出すんですけれどもこちらはまあ後々解説するんですけれどもえーペッカのですね動きに注目していただきたいですねさあここでバネの呪文でもう限界突破ではなくてその中にグイグイいく感じですねそしてもうレイジそしてヒーリングもうヒーリングでもうタウンホールを一瞬にして破壊すると そしてもまたしてもヘレイジ、まあ私ちょっと星には取んなくちゃいけない状況だったんで、えー、まあガチリまし、ちょっと呪文をしまずやりましたけども、まあこんな感じで、えー、まあやっていたという感じですね。そして、まどのやられたっていう感じで、まあ基本的に、まあ相手タンホール9でしかも壁も弱いんですごい、まあ見た感じすげえ戦いやすい感じなんですけども、まあそこはまあいいとして、まあそうですね、今回まあ、 私が伝えたいというか、あのー、言いたいのは、ペッカのですね、あれ、ペッカのこちらの、あなた、リブレ、こちらのですね、まず出したときに、まあ援軍をつ、もう、もう流れだけ見ていきますよ。はい。まず援軍を釣ってます。もうこれは流れです。そして、ターゲットを取らせて、そしてもうウィザードでもう適当にやっちゃうんですよ。 そこでサイドカットが済んだらペッカ見てくださいペッカペッカ中心にしか動いてないんですよね。もうなんかレまあ呪文でのわけわかんなくなってますけどペッカが右や左に行くことなくもううまい感じにタウンホールのあるそのなんつでしょう最内層最内層一番真ん中の層に侵入しできてますよねこれがすごい重要でやっぱりタウンホール球バネの呪文使えることで結構いいですけどもやっぱりペッカが そのもうタウンホールへ一直線できるようなそういうその戦い方がすごい求められるのがゴワイ場なんじゃないかなと思います、まあ、まあ今回の、まあ、勝因としてはやっぱりおっとやっぱりかなと思いますあとはそのやっぱペッカがまっすぐ行ってくれたこともう端はウィザードとゴーレムがやってくれて、えー、真ん中はペッカと。 ババキンがどんどんん突っ,走ってくれたそしてそこにジャンプの呪文でこう支えてあげるそういうことができたのが今回の大きな勝因となったんじゃないかなと思いますということで、えー、今回は5、えー、ワイプのですね、まあ、基本的なというかその5ワイプのミソの紹介、まあ、でしたご視聴ありがとうございました。